皆様こんにちは。日本経済大学東京渋谷ウェブオープンキャンパスへようこそ。この学生サポート編の動画では留学、資格、就職についてご説明いたします。大学案内のパンフレットをお持ちの方はお手元にご用意ください。ホームページの受験生応援サイトにもデジタル版を公開しています。スライドの左上にパンフレットのページ数を入れてありますので参考にしてください。日本経済大学はグローバルな視点を持った人材を育てることを目標の一つとしています。東京渋谷キャンパスだけでも18カ国から留学生を受け入れており、日常的にグローバルな環境下で学ぶことができますが、学生の皆さんにはぜひ積極的に海外に行き国際交流をしてほしいと考えております。そのため多彩な留学プログラムをご用意しています。その一つが日本経済大学独自の留学制度、ローズ留学制度です。本学は世界の大学ランキングで常に最上位に入っているイギリス、オックスフォード大学と提携を結んでいます。この留学制度を使うと、オックスフォード大学で夏休み期間を利用し3週間ほど学ぶことができます。イギリス以外にもオーストラリアやアメリカなどの大学を選ぶこともできます。しかし留学というと費用がかかるなぁと思われる方もいらっしゃると思います。そこで本学では多くの学生の皆さんに留学経験を持ってもらいたいという思いから、大学がローズ留学費用を負担するグローバル特待生留学制度を設けております。このグローバル特待生制度につきましては、入学後は申し込むことができません。チャレンジをしてみたいと思われる生徒さんは、入学試験の出願時にグローバル特待生志願票を一緒にご提出ください。大学合格後、ネイティブスピーカーの教員との面接をしていただきます。ぜひチャレンジしてください。その他にもご覧いただいているように、たくさんの海外の大学と提携を結び、留学のプログラムを用意しています。ぜひ大学生の間に海外で学ぶ機会を持っていただければと思います。また本学では様々な学生生活サポートを行っています。1年生から4年生までゼミ単位でクラス担任制をとっています。一人一人に必ず担任がつくようになっていますので、授業や大学生活の中で困ったことなどを直接相談することができます。ネイティブ教員が指導するTOEIC対策講座などの学習サポートや、ピアサポートという学生が学生を支援する取り組みもあります。教員には話しづらいことも先輩になら相談できるということもあるかと思います。先輩後輩の関わり合いを作ることで、互いに助け合って4年間を有意義に過ごしていただきたいと思っております。経営学科では教員免許証が取得できます。中学校教諭一種の社会科、高等学校教諭一種の地理歴史、公民、商業、さらに学校図書館司書教諭の免許を取得することができます。またさまざまな資格取得サポートも行っています。取得した資格・検定によって奨励金が給付される資格取得奨励金制度を設けており、目標を持って学ぶ学生を支援しております。
次に本学の就職支援についてご説明いたします。随時担任やキャリアサポートセンターの専門スタッフが就職についての相談に乗っています。また本学の学生たちはインターンシップにも積極的に参加しています。さらに学内において合同企業説明会が行われます。国際感覚を持った学生をぜひ採用したいという多くの企業が参加し開催されています。東京渋谷キャンパスの就職実績です。2019年度に卒業した日本人学生の就職率は 97.1%、 留学生を含めて全体では 95.9% となっています。ここ数年はこうした非常に高い就職率が続いております。卒業生たちは飲食業、小売業、サービス業など様々な業種に就職しております。経営を学んだ人材は幅広い分野の企業から求められています。こちらが東京渋谷キャンパスの卒業生の主な就職先になります。詳しくは大学パンフレットでご確認ください。最後に大学生活をご紹介したいと思います。4月に春学期が始まりまして、オリエンテーションと新入生の親睦を深めるために軽井沢にある大学のセミナーハウスでフレッシュマンキャンプが行われます。その後授業が開始されます。それから学生交流行事として全ての学生が参加できるディズニーランドでの交流イベントなどもあります。7月末まで授業が続き、8月の初めに春学期の試験が行われます。9月中旬頃まで夏休みとなりまして、その後秋学期がスタートいたします。秋学期は9月下旬に始まり、10月には渋谷祭と呼ばれる学園祭が行われます。渋谷祭ではサークルのステージ発表やファッションショーなどが開催されます。世界各国の本格的な料理が食べられる屋台は留学生が多い本学ならではです。さらにハロウィンの時期には渋谷区と共同してゴミ拾いなどのボランティア活動も行われます。11月にはスポーツ大会もあります。1月末に授業が終わり、2月初めに秋学期の試験を無事にクリアすると、3月末まで春休みです。このように1年間を過ごします。4年間を渋谷で過ごし、有意義な大学生活にしていただけたらと思います。以上、日本経済大学のさまざまな学生サポートについてご説明いたしました。学科・コースの説明については別の動画をご用意しております。ご視聴ありがとうございました。